はいどうもこんばんは、フルジュリエットキロ3オスカータングホテル JK3OTH ワッフルでございますけどね、本日もね、こんにちはワッフルセカンドシーズンよろしくお願いします。はい、改めましてこんばんはワッフルです。 JK3OTH、ワッフルでございますけどね、今日何日だっけ、9月の3日かな、火曜日ですね、23時。本日もよろしくお願いします。収録はね、今日ね8月のね28ですね、28日。また朝ね、これまた外ラジっていうか車で撮ってるんですけど、皆さんいかがお過ごしですか。今ね、こっちの状況ね、台風10号がね、迫り来るというね、割と緊張感のあるシチュエーションで、京都も雨なんですけども、今九州大変なことになっててね、これ以上ね、被害が広がらないといいなと思っております、というとこですけどね。まあ、とりあえずハムフェア行ってきましたよ、ハムフェアね。うん、非常に楽しかったんですけど、最後ね、グダグダになってね、ほんともうね、しばくぞって感じなんですけどね。まあ、その話はね、またね、別シリーズでね、YouTube の方でね、闇っていうシリーズでね、闇動画がね、いずれ出るかもしれないんでね、お楽しみにということですね。はい。でね、まずね、ちょっといい話聞いてくださいよ、いい話。でね、いい話はね、YouTube では伸びないんですよ。なんでね、ラジオで皆さんにね、お届けしたいんですけど、カンテレさんの YouTube でね、ラジオ少年というタイトルの動画が上がってて、おっと思って見てみたんですよ。最近なんですけどね。そしたらそれアーカイブで2021年のオンエア分だったんですけど、それがね、14歳ぐらいの、男の子が、ラジオが好きだって話をしてて、で、めちゃめちゃね、コンパクトなね、ロードアンテナついたラジオで、いろんな FM 曲をバンバン受信してたんですよ。で、彼はどうも、家族で旅行に行った時に、その見知らぬ土地でね、カーラジオで見知らぬ放送局を聞くのがすごい好きだったと。で、コロナになって、お出かけがなくなったから、それができなくなって、で、自分の家で、ラジオをね、いろんな方向に向けてね、いろんな放送局を聞こえないかなってやってると。でもいい話ですね、まずね。無線画としてもいい話。僕、ラジオ好きだから、ラジオ大好きとしてもいい話。で、この子がね、なんか事情があってね、学校にね、こう行けないんですよね。ね、だから、ほんとかわいそうっていうかね、もう学校行くのしんどいと。でも、ラジオは楽しいらしいんで、あ、それいいことだなとね、ラジオがね、その少年のね、力になってるんだなと思って、いや、その子は学校行けないんで、塾にね、通い始めたらしいんですよ。で、そこの塾の先生が非常にポジティブな、またいい人でね、若い人なんですけど、で、一緒にラジオの話してね、神戸でも、で、その子神戸住んでるらしいんですけど、神戸でも CBC はよく聞こえるよね、みたいな話をね、ちゃんとね、受け止めてくれるんですよ。いや、すごい先生だなと思って聞いてたら、その子はね、もうほんとね、いろんな放送局にね、受信報告を送って、ベリカードも集めてるんですよ。で、夢は、日本中の放送局のベリカードを集めることです、なんて言っててね。ああ、なんか、同じ種類の人だ、と思って。ああ、我々と一緒じゃん、と思って、すごいね、シンパシーね、こう、共感をしたわけですよ。で、その彼がね、もっと受信したいということで、ヤギアンテナをね、通販で買ったらしいんですよ。で、このヤギでね、危険じゃないかということで、その先生と一緒にね、遠征、移動運用に行くわけですよ。移動受信ですよ。もう、これ、ときめきますよね。で、そのね、ニエレのヤギをね、担いでね、淡路島の山へ行くんですよ。で、そこで彼は広島 FM を聞きたいっていうことでね、広島方面向けるんですね、ヤギを。いやー、ドキドキしますね。で、昼間なんで、まあ、結論として受からないんですよ。やっぱり FM の電波っていうのもね、コンディションもありますからね。で、受かんなかったんですけど、まあ、それでも彼はせっかく来たからっていうんで、そのいつものね、コンパクトラジオでね、いろいろぐるぐる向き変えて聞いてたら、なんか知らない曲聞こえると。で、ステーション ID 坂出って言ってると。なんだと思って調べたら、FM さんっていう、坂出とうだつのコミュニティ FM だったんですよ。で、こんなのが、淡路島、兵庫県で聞こえるなんてすごくないかって話で、で、また先生がね、こう行動派のいい人でね、よし、じゃあ電話してみようって言ってね、もう受信報告の前にね、電話で直で受信報告ですよ。で、放送局のね、番号を調べて電話してね、で、少年に代わって少年が、そのね、撮れましたって言ったらね、その放送局の人もありがとうございますとね、あちの時は兵庫県初めてですよみたいな話になって、まさにこれが受信の醍醐味だなと、ね。もうめちゃくちゃ感動して、で、その頃14歳で2021年って書いてあったんで、今ね、17歳ぐらいになってると思うんですけど、今その人どうしてんのかなと、
ね、もしね、なんか連絡取る手段があったらね、僕のね、ラジオコレクションからね、お譲りしたいなっていうぐらいですよ、もう。ね、いろんなラジオ聞いてほしいしね、その子はね、なんか、ソニー、エルパーあたりのシンプルなね、ラジオで、それだけの偉業を成し遂げてるんですよ。神戸で FM 沖縄、イスポで聞いてるとかね、すごいじゃないですか。だから本当ラジオ好きでずっと聞いてるはずなんですよ。だからイスポもね、逃さず捉えてね、なかなか FM の電波も難しいんですけど、しかも車持ってないから山の上行ってるわけでもなくね、お家ですよ、神戸のお家で。で、そんな彼が、そのね、家から出れないわけですよ、学校にも行けないと。でもね、受信だったら淡路島までね、先生とドライブで行くぞってのも、めっちゃくちゃいい話で、あ、こうやってラジオって人を救うんだと思ってね、そう。ラジオの存在自体が彼の存在そのものなんですよね。これめちゃくちゃ感動して、で、あの X でもツイートしたし、YouTube も動画作ってね、ほんとこんな素晴らしい少年がいると、ね、皆さんもどうですかとね、どう思いますかって言ったらね、まあ、全然反響ないわけですよ。YouTube ってね、いい話はね、みんなスルーなんですよね。ほんとこれ僕いい話だなと思って感激したんですけど、で、あの、このラジオはね、YouTube の視聴者じゃない人もいっぱい聞いてるんで、あの、そっちの人向けに語っておきますけど、いや、ほんとね、いい話でね、この動画はね、カンテレラジオ少年で検索すると多分出てくるんで、カンテレラジオ少年でね、ぜひね、見てみてください。もうほんと、10分ぐらいなんですけど、もう、むっちゃくちゃ感動しましたからね、僕ね。いや、ほんとね、だからもうその50年、45年ぐらい前の僕ですね。で、僕はチューハ DX、つまり、AM ラジオのトークの曲を聞いてたんですけど、もう気持ちは一緒で、ね、そう、受信っていう素晴らしさですよ。で、そこにコメント300個以上ついてるんですけど、そこにやっぱりアマチュア無線ね、やったらどうですかとかね、いろんなポジティブなコメントがね、多数ついててね、やっぱこのね、話響いたなとね、思いましたっていうのが今日のオープニングトークですね。ラジオ少年頑張れってことですよ。万が一このラジオ聞いてくれないかなと思ってね、FM に聞いてたら面白いんですけどね。いや、もし聞いてたらね、あの、連絡くださいねと。連絡先はいつも通りね。jk3oth@jarl.com ですね。jk3oth@jarl.com までね、メールで行けますんでね。その少年のこと知ってるよって方でも OK です。情報でお願いしますね。僕のあの、大好きな短波ラジオをね、ぜひともね、プレゼントしたいと思っております。はい。まあ、そんな感じでね、楽しい話から入りましてね。でハムフェアがね、面白かったんですよって話をね、もう昨日ね、あの動画アップしたんですけど、あの、ハムフェア面白いですよっていう話がね、30分になっちゃって、この番組でもやってもいいんですけど、まあ、同じことになるし、まあ、二度聞きになる人もいるんでね、ちょっと別の角度から話しますけどね。まあ、逆に言うと、ラジオ向けの話にちょっと仕立てますけど、まあ、大冒険だったわけですよ、今回ね。今回金曜日の夕方から、あの、有明入って、で、会場が有明ジメックスってことだったんですけど、その前のね、仕事が長引いて、で、搬入の立ち会いには行けなかったんですよ。あの、今回ね、ハムネットさんっていうね、あの、アマチュア無線系のね、まあ、グッズ販売会社さん、そこの社長さんと僕仲良くしていただいてて、そこであの、販売の手伝いしてくれないかっていうことでね、販売手伝いをしたんですよ。で、搬入もね、手伝うつもりだったんですけど、あの、前の用事が長引いて行けなかったんで、ホテル直行しまして、で、ホテルのね、今回ね、あの、ハイフロア指定で、ね、あの、お金余計に課金したんですよ。高層階指定っていうので、まあ、何千円か払うんですけど、そうするとね、17階をもらいましてね、めちゃくちゃ眺めいいわけよ、もう。そのね、ちょうど北向きでね、有明から、国際展示場駅が見えて、で、有明ジメックスも見えるんですよ。会場のね。で、ずっとその都心が広がっててね、夜も夜景も綺麗、朝もね、非常に綺麗な景色が見えると。で、そこに、無線機をドチャッと構えましてですね、で、4306L ヤギアンテナをドチャッと構えましてですね。で、50W のね、FTM500D でね。で、安定が電源も持ち込みなんですよ。ほんで、バチバチにやってたら、まあまあ更新は当然できるわけですよ。で、結果3日で140曲ぐらいやったかな。もうちょっとやったかな。やりましてね。まあ、あの、非常にたくさん読んでいただいてね、ありがとうございますと。でも一つ課題は、同じホテルから10曲ぐらい同時に出るんで、抑圧って言ってね、あの、みんながお互いに電波を邪魔し合うっていう状態になって、まあ、快適とはいかなかったんですよね。抑圧かかるとどうなるかっていうと、受信の時に他の弱い曲が聞こえないんですよ。うん。だからね、ちょっと弱い人で取りにくくてね、取りきれなかったのがあって残念なんですけどね。まあでも金曜の夜、土曜の朝、土曜の夜、日曜の朝とね、更新しましてね。あと無線的にはね、ポータね、パークソンディエアね、公園から出ますよっていう人がね、いっぱいいたんですよね。
そのね、有明近辺にはね、有明テニスの森とかね、なんとか浸水公園みたいなやつね、あのめちゃくちゃね、都立の公園がいっぱいあるんですよ。でそれ全部ね、ポーターの対象公園になるんで、そこでみんなポーター荒稼ぎですよ。ね、アクティベーターってね、ポーターの公園から出て10曲更新するとこう制覇したってね、アクティベーションって言うんですけどね。でそれをあの呼んで更新を成立するのがハンターってね、要するにあのもう狩りですよ、狩り。でポーターのやついねかって言ってね、でやると。でそのポーターにはスポッティングって言ってね、今こっからこの周波数でポーターやってるんで、よかったらね皆さん更新してくださいっていうのが見えるんですよ。でそれ見てると、あ今ここにこの周波数でいるじゃん、よしよし行くぞって言ってね、行けるんですよね。でそんな感じでポーターが非常に流行っており、しかもハムフェアにはポーターブースっていうのが出てて、僕もあのお友達の人に何人もいたんですけどね。でポーターブースをに立ち寄ったアマチュア無線化の人が、じゃあ僕もポーターちょっとやってみるよって登録してくれたみたいで、ポーターのハンターもめっちゃ増えたしね。でアクティベーター各局も大変盛り上がってね、もうバンバン更新できると、ポーター楽しいなっていうことでね、まあ、特にね東京が有利なんですよ。都立公園がめちゃくちゃあって、でポーターのその制約として、あのポーターの公園に指定されるのは都道府県立以上なんですよ。だから私立公園ダメなんですよね。で京都私立の公園いっぱいあるんですけど、それ全部ダメで、あと京都府立になっちゃうんですよね。すると京都御苑とか、ね、なんかこうあのこうこうんあのなんで皇宮警察だっけね、あの天皇守る警察とかいるところに来ちゃうんで、これ万が一ちょっと捕まったらやべえなと思って、僕皇居はまだやってないんですけど、まあ、それでねちょっと若干不利なんですけど、東京は都立がいっぱいあるんで、東京はめちゃくちゃ公園ありますからね。そう、それでみんなポーター楽しんでるということですね。はい。ほんで、あとね、で、飯食うとこがなかったっていうかね、あの、ハムフェアキッチンカーが3台来たんですけど、あんま戦力にならないから、1個ね、わらび餅屋で、いや、それ何を思ってわらび餅屋をブッキングしてんのって感じで、お腹の足しにならんでしょっていうんで、あの、初日ね、一緒にハムフェア、あ、ハムネットさんでね、店出してたね、あの、電源作りの達人の応援がね、こう、飯屋ないのとか、ないんすよって、どうしたらいいのって、キッチンカー3台出てますよ、あっちって教えてあげてね、わらび餅買って帰ってきて、腹の足しになんねえっつって、そりゃそうっすよね、って言って。で、僕は、あの、行きしなにコンビニで、たっぷりおにぎり買って持って行ったんで、あの、お友達に配ったりね、大見さんにもあげたりしてたんですけどね。まあまあ、そういうわけで、ジメックスはね、あの、ちょっと食料事情良くないのと、まあ、でもね、有明ガーデンっていうところに、ね、徒歩10分であるんですよ、近所に。その、ジメックスから、ちょっと、有明駅ね、あの、ジメックスは有明テニスの森って駅にあって、で、もう一個隣に有明駅っていうのがあるんですけど、そこの近所に、あの、有明ガーデンってスーパーがあったり、フードコートがあったりって、総合商業施設があるんですよ。そこまで歩いて行ったら飯食えるんですよね。で、なんならスーパーで資材の調達もできるということなんで、もし来年もジメックスでやるんだったら、まあそこをね、うまく活用するっていうのはあるなと思っていますと。で、なんで今回有明ジメックスになったかってちょっと聞いた話なんですけど、あの、まずね、なんかあの、予約が出遅れて、東京ビッグサイトが取れなかったっていうのが一つらしいんですよ。で、本当はね、これあの、予約1年前から有効のはずなんで、やったその日に来年もお願いしますって出さないとダメなんだけど、それはうまくいかなかったらしい。これらしいね、一つね。あとね、単純にコストは安いんですよ。大体ね、同じ面積借りるとね、ビッグサイト半額ぐらいなんですよ。で今回ね、またこれも聞いた話だけど、800万円ぐらいね、削減できたって言ってたんで、それだったら有明ジメックス別に悪くないなと。で、駅からのアクセスも、有明テニスの森駅で、ね、臨海線、あ、ごめんなさい、ゆりかもめからね。まあ、歩いて7分ぐらいですわ。僕の足でも10分はかかんないんで、あと、東京 BRT っていうね、新橋を発車する、バスみたいなやつがあるんですよ。220円のね。で、それ乗っても着きますから、それの停留所から4分ぐらいなんで、だから新橋から東京 BRT 乗るっていう手はありますね。で、東京 BRT が、一応バス専用レーンっぽいところを走るんで、早いはずなんですけど、夕方は渋滞に巻き込まれて、えらいことになるんで、ゆりかもめで外回りした方が早いって変なことになっちゃうんで、僕乗った時40分かかったんで、新橋から豊洲越えて有明で40分でもう意味わからないんで、普通に乗ったらね、9分ぐらいのはずなんですけどね。はい。まあ、13分かな。まあ、そういうこともあるということは、まあ、ちょっとリスクとして、覚えていただきながら、国際展示場からも歩けなくはないんで、僕のおすすめは、早いのはね、多分ね、大井町から国際展示場駅へ、臨海線で行って、で、そっから、
ゆりかもめ有明に乗り換えて一駅有明テニスの森まで行くと、まあ、一番多分ね、あの東の新幹線のアクセスいいはずなんですよ。僕品川で新幹線降りたら大井町まで一駅行って、そこから臨海高速鉄道で国際展示場駅まで、まあ、14分ぐらいかな、そんな変わんないか、行って、でそこから有明駅乗り換えて、これが徒歩6分ぐらいですね。で一駅なんで2分かな。で有明テニスの森が徒歩になるみたいなね。でこれだるいんで、新幹線で行く場合は、夕方のね、ラッシュアワーじゃなければ東京駅まで新幹線乗って2駅戻って新橋降りて、でちょっと歩くんですよ、 BRT の停止まで8分ぐらいかな、8分ぐらい歩いて東京 BRT のバス停行って、でそこで東京 BRT 乗るとね。で220円で運賃先払い IC カードかですね。うん、で運が良ければ連接バスっていうのは2台分がつながってるバスが来るんで、絶対座れますし、1台の場合は座れないです。はい、座席数少ないんですよね、低床バスなんでね。ということはお知らせしておきますと、東京 BRT に初めて乗りましたけどね、あ、こんなのあるんだと思って、まあ、飛ばすのね、なんか、まあ、でっかい休みな感じですけどね、はい、220円でしたと。で、有明ジメックス内なんですけど、冷房は効いてました。ビッグサイトみたいにもう灼熱で死ぬってことはなくて、で、僕、搬入で入ってるんで、出店者ね、最初朝はもう、本当冷房効いてたんですけど、人入ったら、それなりに暑くなって、ただね、打ち上がないと死ぬってとこまではいかなかったですね。まあまあでしたね。はい。まあまあの感じでございましたと。ね。ほんで、あとなんだ？あ、そうか。飯の場所がない話と、交通の話して、でね、ちょっと全体的に暗いんですよね、なんかね。で、ちょっと写真撮ったらみんな顔が黒く写っちゃったりとかね、しましたね、と。で、僕、初日はずっと販売ブースにいたんで、何も見てなくて、二日目ちょっと時間ができたんでね、そちらお邪魔しましたよってことなんですが、まずケンウッド行ったんですよね、ケンウッドさん。もう僕大好きなんですよ、ケンウッドさんね。オーディオのスピーカーもケンウッド使ってるしね、家の無線機も2台ともケンウッドなんですよね、メインで使ってるのはね。HF も VHF、UHF もね、全部ケンウッドなんですけどね。んで、そこで、まあ、ケンウッド素晴らしいぞって話をね、散々してたんですけどね。で、ケンウッドブースに行ったらね、あ、ワッフルさんやっと来ましたねって言われて大歓迎なわけですよ。どうしたのどうしたのと思ったらね、ケンウッドの人で、ね、結構ね、うちの YouTube 見てくれてるらしくて、めちゃくちゃ嬉しいわけですよ。そういえばね、一回ね、ケンウッドさんのね、遮断局さんと更新させてもらったことがあって、そう、その時もなんかね、すごいフレンドリーな感じでね、あ、ワッフルさんですよね、みたいな感じでね、ケンウッドさんのね、遮断局と更新させていただきましてね、嬉しかったんですけどね、まさかね、ケンウッドで無線機作ってる人がね、僕のこのね、だらっとした YouTube を見てるとは思ってなくてね、もう非常に感激しましてね、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。っていう話ですわ、はい。でね、ケンウッドさん行ったら、そのね、参考出品の、もうこれから頑張って作るぞっていうね、モービル機ね、車に積むやつ展示されてたんですよ。で、これが見たかったんすよって言ったらね、写真撮っていいですよって言ってね、アクリルのケースわざわざ外してくれてね、それで写真撮ってね、で、バチバチにやってたんですよ。で、その動画また作りましたんでね、それまた見といてほしい。もう3000回以上再生されてますけどね。で、めちゃめちゃ親切にいろんなことを教えてくれて、で、これからこういう風にこうなっていくんですよと。で、D75 っていうね、ハンディキが出てるんですけど、先行してね。それと同じことは全部できると。で、アメリカだったらこれ220メガ帯っていうのがくっついて3バンドになりますよとかね。で、インターフェースがね、タッチパネルじゃないのがね、運転中に手探りできるようにこういう風にね、考えて作りましたとかね。あと、老眼の人がね、もう今、ユーザーに多いんで、字がすごくでかいですとかね。液晶もすごいでかくなってますとかね。もう、いろんな話をね、バチバチに教えてくれるわけですよ。本当ありがたいなと思ってね。いや、すいませんねって感じで、本当に嬉しくてね、もう感激しちゃいましたね。ケンウッドやっぱ最高ですわ。で、もちろんね、基本性能に優れてて、受信感度いいしね、音いいでしょ。操作性めちゃくちゃいいんですよ、ケンウッドの機械って全部。あ、本当ね、うん、素晴らしいね。なんかね、ボーシャのね、無線機結構腹が立つんですよ。なんでってところいっぱいあるんですけど、
ケンドさんは腹が立たないので、すごいなと思います。まあ、腹が立たないって失礼な話ですけどね。なんか、こう、触れ合っていてフレンドリーな感じがします。はい。ね。そうそうそう。で、ケンドさんでも大歓迎を受けてね。で、他にもいろいろね、紹介してもらったりね。うん、で、今、ケンウントさんが市場に出している無線機は、4台で、HF 機が TS990 受注生産ですね。あれ100何十万すると思うんですけど、あと僕が持ってる TS890 ね。これも今50万円くらいするのかな。はい。それが TS590SG かな。まあ、普及価格帯って言っても高いんですけど、これでもやっぱケンウントサウンド、ケンウントトーンのね、素晴らしいね、単波無線機があってね。あとさっき言ったね、THD75 っていうね、VHF、UHF の D スター、APRS 対応の、無線機でね。APRS っていうのは位置情報をやり取りできるっていうね、そういう仕組みで、D スターっていうのはデジタルの、無線ですね。FM みたいなアナログじゃないってことね。そう、そういう無線機を作っておられて、そこにモービル機っていうのが出ますよと。で、これね、ぜひ注目していただきたいけど、今すぐ出るんじゃないらしいんですよ。ちょっとお楽しみにって感じですね。で、僕はめちゃくちゃ楽しみにしてて、どれぐらい楽しみにしてるかっていうと、昨日も販売店さん行ったんですよ。無線屋さんね。で、ケウンドさんとか行って見てきたわって言って。で、いつ出るか何円か全くわからんけど、とりあえず僕は一番に予約するから、よろしく頼みますってね、お願いしてきましてね。まあ、いわゆる惚れ込んでるってやつですね。ほんと素晴らしいと思うんでね。そう、やっぱりね、いいものはね、勝手に支えないとね、次が出ないじゃないですか。何でもそうなんですよ。アニメでもね、テレビで面白かったなで終わるんじゃなくて、やっぱり DVD ボックスとかね、そういうのを買ってファンがいっぱいいるよっていうことを作り手側に伝えないと次が出ないんですよね。で、それをまあせずに、ね、なんか高いよとかね、出ないよとかね、次回作どうしたとかいうのはちょっとね、応援のやっぱ気持ちが足んないのかなと僕なんか思ってて、僕も大金持ちじゃないですけど、でもやっぱりその作品のリスペクトとしてね、こうやっぱりね、物販の購入とかね、あると思うんですよね。で、その辺をね、僕もケンウントさんを応援したいという気持ちでね、今回の、モービル機もぜひとも、ね、お願いしたいということで販売店さんの方に言ってきましたという話と、あと前回も言いましたけどね、販売店で買ってねって話はまあ大事かなと思いましたよというところで、あとね、講演会の話しましょうか。僕ね、2本講演やったんで、まあ、2本というか1本講演したんですよね。で、それはニューカーマー&再開局組へ送るエールっていうね、応援ですね。はい。ほんで、まあ、要は、それ僕も再開局なんで、わからんこといっぱいあったわけですよ。ね。おぉ、ギリギリ来るな。で、そのね、わからんこといっぱいあったということをわからんよねっていう話を、YouTube とかよくしてるじゃないですか。よし、それでね、そういうところをね、やっぱり常にね、チェックしながらね、やっていかないといけないなと。で、それを皆さんにメッセージとして発信してね。で、その今ね、周りにね、優しい OM さんがいることが、まあ、ほぼないんですよね。昔だったら無線始めたいって言うと、近所の無線おじさんとかが、あ、僕が教えてあげるよとかね。うちに一回見に来ないよって話結構あったし、昔は少年もね、無線少年も、家の近所にでっかいタワーなんで立ってるとピンポンって押して、無線見せてもらっていいですかってね、切ったんですよ。僕もやったことあるんですよ。ね、無線ピンポンって言ってましたけどね。アンテナすごいですねって言って、こんにちはってあったんで、今そういうのはないじゃないですか。で、どうするかっていうと、やっぱ YouTube とかネットだなと思いましてね。で、僕はその YouTube でこういう発信ね、あるいはラジオね、このラジオでも発信してると。で、そういう人実はいっぱいいるんですよ。で、やっぱそういう人たちでね、みんな頑張っていかないといけないなと思うんで、そういう話をね、しながらね、あと無線に興味ある人は、ね、大変もう僕ら仲間です。ね。一緒にね、楽しみましょうよっていう話をまあ発信して、今最終的には僕の YouTube 見てねってことなんですけど、まあそこは宣伝でいいんですけどね。はい。よいしょ。はい、駐車場着きました。っていうのが1本目ね。まあもう1本の話はね、また別でしますわ。はい。ほんじゃあね、ここでね、このセッション一旦終わってね、また、次撮ります。今何分喋ってるかな ?24 分ですね。これで一旦コマーシャルです。
はい、そういうわけでね、24分先喋ったんで、後半戦ですね。今ね、仕事終わってから散髪をしてですね、帰り道ですね。今ね、京都は結構雨降ってますね。大雨っちゅうほどではないですが、雨でございますね。まあね、台風10号がね、大変近づいておるということでね、皆さんも足早に家路を急ぐっちゅう感じになってますね。はい。なんとね、ハムフェアの話途中だったかな。YouTuber スペシャルトークセッションの話しときましょうか。今回ね、実験大好き MNL さんの企画でね、YouTuber 集めてね、トークセッションしたいなっていうことでね、場所をね、沢田ハムフェア実行委員長にね、ちょっと用意していただきましてね、そちらでまあ一席設けようと。で、ワッフルさんね、すいませんが、ブッキングとね、ファシリテーションお願いしますということでね、僕ファシリテーターやりましたね。ブッキングはね、YouTube でね、非常にこう目覚ましい成果を上げておられる方ね、その方々なんかが厳選してね、4名お声掛けしまして、ね、本当はね、ジャパンタンゴシュガーさんも声かけてたんですけど、JTS さんね、ちょっと家の用事でね、ハムフェア来られなくなっちゃったっつってね、あ、最初がないっすねってんで、またお願いしますってことでね、4名になりましたけどね。まあ、30分で4名だからね、もうちょっと時間足んないぐらいですね。やっぱりね、30分って尺が短いね。で、今回はね、テーマがね、アマチュア無線って何がおもろいんって話をね、YouTuber 皆さんの視点で語っていただいたらね、まあ渡辺愛香さんは、まあなんかそのね、無線の先っぽをね、先にいる人がね、おもろいとね。はるかさんは、まあなんかその更新中にね、いろんな人とね、こう情報交換やコミュニケーションができて面白いと。で、総長はね、CW、電信がね、若い人にね、めっちゃアピールするぞっていうのをね、肌で体験して面白いと。で、実験大好き田中さんは、無線で繋がってる人とね、こうやって現場で会えるっていうのも何よりの喜びですと、いうふうにおっしゃられましたということでございますと。で、あとはね、それについてはね、皆さんのね、こう、トークをね、回してたんですけど、マイクがね、1本しかないのよ。僕が1本使ってて、マイクのゲスト向けに1本なんでね、パネラーの皆さんね、こう、クロストークできないんですよ。だから、順番に喋るしかなくて、なんじゃこりゃと思いながらね、まあ、それはまたね、闇に触れるんで言わないですけど、まあ、それでしょうがないから僕が進行して、で、ね、次、誰それさんお願いしますとかね、ずっとやってたんですよ。まあね、ちょっとやっぱりね、手際っていうかね、なんちゅうの、進行、まあ、めちゃくちゃだったなと思ってね、で、そもそもね、そのステージは、ステージっていう名前なんだけど、サテライトステージ。で、台がないんですよ。だからステージが地べたなんですよ。サテライト地べたなんですよね。ああと思って。で、PA もろくなのがなくて、ね、なんかね、5ワットぐらいのね、ポータブルのね、ワイヤレススピーカー置いてあるだけでね、なんじゃこりゃと思って。で、もちろんね、聞こえないんですよ、誰も。で、ふざけんなっていうことで、なんか2日目にはちょっと大きいの持ってきたらしいんですけど、やっぱりスピーカーが地べた置きで、いや、だから、って。で、しかもね、そのミキサーがね、なんかの都合かなんか知らんけど、そのスクリーンの目の前に置いてあるわけです。だからね、もう視界にずっと入ってるわけよ。そんなん PA じゃないでしょうと。そんなひどい仕打ちを受けてね、しかもマイク2本しかねえよと。ね、で、それについて、マイクをね、よこせって言ったらふざけんなって言われてね、あいつらのわがままで、いやいや、最初から5人で行くぞって言ってるでしょっていうね。言ってますよねってことなんですよね。ほんとね。っていうね、ひどい話がね、もうずっと続いててね。たまらんぞと、ね。はい。いう感じだったんですけど、内容はすごく面白くてね。実にですね、300人ぐらい来たの。最初200人ぐらいいたんですよ。で、席が48しかなくて、席は当然埋まっていて、で、当然、まあ、皆さんね、座ってらっしゃって、で、立ち見がまあ、105、60いたんですけど、そこに僕が喋り始めたら、声がでかいんで、あちこちから人が集まってきて、もうね、ワンサが来てね、でも後ろの人ね、ステージがないからね、喋ってる人見えてないと思うんですよね。ほんでも集まってくれてね、そうね、まあ、300いたな、写真ね、僕の YouTube とか X でね、公開してますけどね、まあ、めちゃめちゃ人来たわけですよ。で、このセッションはね、
最終日の最終セッションでね、もうこの後帰るしかないっていう状態だから、ほとんどして帰ったと思うんですよね。ほんでもね、その1万2000人の来場者のうちの300人がここに来てたってことは 3% ぐらい来てるわけよ。ね、これすごいことだなと。ほとんどの人が帰った中 3% の人がこのね、一番端っこの一番奥のね、まあね、おそう皆さんが寄りつかないようなね、そのサテライト地べたですよ。にお越しいただけたというか、僕は大変感激しましてね、本当ありがとうございましたというところでしたね。そう。あ、で、さっきも言ったか、これね。で、ジャーロ知事さんがいっぱい、あ、理事さんがいっぱい来てね、ぜひ来年もね、メインやってくれと、1時間やってくれという話でね、あ、もちろんやりますよと、ね。もちろんやらせてくださいよって話はしましたけどね。ちゅうわけでね、なかなかね、頑張りましたよ。はい。ただね、なんか、なんかね、妨害工作はあったね。闇ね、闇。闇ですね。妨害工作はありましたと。で、結局それを、まあ、そのね、動員っていう数字で跳ねのけた感じですけど、まあね、まあ、やらしいね、ほんとね。もう闇の部分も触れないですけどね。まあ、めちゃくちゃ闇があったんで、これいつかどっかでね、いつかどっかで喋ってやるぞと思いながらね、大人なんで僕も黙ってるって感じですね。はい。よいしょ。はい、今ね、国道171号線入りましてね、北向きですね。まあ、頑張ってやっていこうって感じですけどね。まあ、もう当然道は混んでますね、今日ね。木曜日の夕方でございますけどね。6時ぐらいですね。まだ明るいんだよね。まだ8月だからね。アマチュア無線ね、今430メガ、聞いてますけど、まあ誰も出てこないなって感じですね。あ、昨日ね、430メガでね、CQ が出てたんでね、ちょっと聞いてたんですよね。そしたらね、ハロー CQ、CQ と、CQ2 階だなと。で、こちらは、ジュリエット、ケベック3、ウンタラカンタラ、プチって来てたんですよ。おーと思って、コールサインはまあ言ったと、ね。で、あれさ、更新規則ね、こうやってやりなさいよっていうのが決まってるので、それによると、CQ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 3 回ですね。こちらはがついて、自分の呼び出し符号を3回以内。だから JQ3、うんたらかんたらを1回か2回か3回言うと。で、最後、どうぞってつくはずなんですよ。で、それどうぞないんですよ。ポチって切れたんですよね。で、FM だから、マイクのね、スイッチ離したら、キャリアっていうのが切れて、プツってなるんで分かるんですけど、どうぞないけど、まだなんか喋んのかなと思って、ちょっと待ってたんですけど、何も喋らないんですよね。喋んないなと、もう一回、CQ、CQ、まだ CQ2 回なんですね。で、こちらは JQ3、うんたらかんたら、プチって切れるんで、おおと思って、これ CQ かと思って一応応答したんですよね。で、こちらはジュリエット、キロスリー、オスカー、タンゴ、ホテル、京都、下京区です。ね。で、向こうの人はなんか名前とかね、中京区とか教えてくれるんですけど、レポートが来ないんですよ、まず。いや、最初にね、号泣とか教えてほしいなと思ったんで、それまず来なくて、しょうがないからこっちから、59です、どうぞって言ったら、まあ、ようやくね、59です。プチってまた切れるわけよ。あれって、で、59ありがとうございます。ところで、どうぞとかつけないんですかって言ったら、あ、なんか気がつきませんでした、すいません。別にすいませんじゃないんだけど、うん、なんかやっぱり、そういうの流行ってんのがね、うん、で、他の更新聞いてたらね、皆さんどうぞってつけてるし、CQ は3回言ってると思うんだけど、CQ3 回でしたよね。で、自分の呼び出し方が3回以内ですよね。うん。っていうのが基本だと思って、まあそれ別に自分なりにアレンジしたりね、その状況に応じてね、例えばハロー CQ430 ってつける人、まあ別に言ってもいいと思うんですけど、どうぞはついた方がいいんじゃないかなと思ったんですよね。うん、だってマイクバックは分かんないし、これ FM だからプツって切れたら分かるけど、例えばね SSB とかだとね、キャリアないから黙っちゃうと分かんないですよね。で、これは待ちなのかマイクバック来てるのかも分かんない。で、そういう人過去に何人かいたんで、これなんでマイクバック教えてくんないですかって聞いたら、ま、はいって感じで、そもそも意味が分からんということで、やっぱりね、更新、人の更新を聞くのが大事だなと。で、聞いて何かを、こう、得ないといけないんだねってのが分かりましてね。で、まあ、多分ね、京都の今ね、UHF で430ってあんま人いないんですよ。だからね、日頃他の更新聞いてないんじゃないかなと思ってね。でも大人の人の声だったんで、なんかね、あるかなと思ったんですけど、まあどうも聞いてらっしゃらないようなんで、ね、僕 YouTube でね、そういう更新の仕方とかね、動画アップしてますと。で、JK3OTH イコールサインで検索したら出てくるんでね、よかったらまた見てくださいねって言ってね、終わったんですけどね。
まあ、その後その方がどうなったかは、ね、知らないんで聞いてないか分かんないんですけど、まあなんか非常にねこう狐につままれるっちゅうんですかね、うん、なんかまあ分かんねえなって感じで終わりましたと。まあなんかその規則に書いてあることぐらいは守りたいなと思いましたね。CQ も人によっていろんな出し方があって、めちゃくちゃ長い CQ の人いるじゃないですか。ね。で、なんか一手終わったのかなと思ったらまたね、ハロー CQ に戻ってね、こちらはって言ってね。で、運用中ぐらいは別にいいと思うんですけどね。なんか、2分ぐらい CQ で喋る人いて、しかもそれメインでやる人とかいて、って思いますよね。あとね、僕気になるのはね、メインで次回ね、なんぼなんぼでどうこうとかって言いますよね。で、戻ってきて、でハロー CQ ってメインでまたやるんだけど、なんかね、2分に1回ぐらいメインに戻ってくる人いて、うるさいんですよね。いや、もうちょっと頑張れないかと、キベサブちゃんもうちょっと頑張らないのかいって思うんですけど、頑張らないみたいで、ああ、頑張らない人もいるんだなと思ってね、なかなかね、エモーショナルな感じでございましたね。あの、SSB だとね、特に多いんですね。ずーっと CQ が流れるんですね。で、これいつ答えてるのか分かんないから、もう CQ 聞いてるうちに飽きちゃって、周波数変えちゃうんですよね。だからなんかみんなそうやってね、こう、せっかく CQ 出してるのに、自ら更新の機会を狭めてる人がいるかなと思うとね、ちょっとね、残念な感じがしましたというね、個人の感想でございますけどね。はい、そういうわけでね、今頑張って。171号線をね、トレーラーさんを、今追い越してからね、トレーラーさんが右折なんで避けましたという感じで来ておりますけどね。はい、じゃあね、ここでね、カピトーさんのね、あのメッセージね、今週もありがとうございますということで紹介しますということでね、一旦ここで切っときますと。はい、それではね、メッセージご紹介します。カピトーさんです。いつもありがとうございます。今回も楽しく聞きました。メッセージ紹介感謝です。ハムフェアのアイボールありがとうございます。ハムフェアでのアイボールありがとうございました。シールと名刺は宝物です。あと4回とは残念です。涙。販売店でリゴーカオ大賛成です。ラジオ好き BCL の話ありがとうございます。海外短波放送良いですね、ということでね、カピトーさんいつもありがとうございます。はい、ついにね、お会いしまして、まあ、ついにちょっとお会いできましてね、ハムフェアでね、名刺交換してね、ステッカーを売りつけるってね、まあ、押し売り商法をね、エンジョイしましたけどね。今日を入れて、あと4回なんでね、まあ、いった皆さんとはね、セカンドシーズンお別れとなりますということでね、名残惜しんでいただいていると。ということでね、BCL のね、サークルさんもね、ハムフェアいっぱい出ておられたんでね、また BCL の人ともね、ぜひともね、交流したいと思っておりますということでね。僕最近ツイビスってね、中国のメーカーさんとコラボしてるんでね、そちらの短波ラジオいっぱい持ってるんでね、まあいろんな人にね、ちょっと短波の楽しみをね、伝えていきたいなと。僕はね、台湾国際放送が大好きですね。よく聞いておりますということで、カピトーさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。カピトーさんでしたというね、これ後でね、インサートしますんでね、 ありがとうございます。今ね、これで37分ぐらいかな。はい、わかんないですけどね、編集でどうなるかね。あとね、何があったかな。あ、そうそう、来週のね、ゲスト決まりましたよ。ゲスト、久々のゲストワーク、なんとチェリースパイスのギタリストはるかさんにね、スペシャルゲストでお越しいただくことになりました。やったー。はい、チェリースパイスサポーターの皆さんもね、今ね、歓喜してると思うんですけどね、中村はるかさんと、中村はるかさんはるかさんですね、最近ね、芸名としてはね、はるかフロムチェリースパイス僕はね、コールしてましたけどね。はるかさんにはね、先日のね、ハムフェアの YouTube スペシャルトークセッションにもご出演いただきましてね。大変ね、楽しい話ね、アマチュア無線始めたきっかけとかね、教えてもらいましてね。はるかさんももう電信もできるニヤマのね、素敵なね、ワイルさんでいらっしゃいますんでね、ぜひともね、ちょっとご出演いただけますかって言ったらね、ご快諾いただきましてね。来週収録しますんで、次週のオンエアね、9月の10日かなには流れますね。10日だよな、ね、そうだね、9月の10日ですね、多分ね。第15回か、ね、流れますと。まあ、この放送もね、今日入れたあと4回、今日入れて4回ってことはあと3回なんですよね。皆さんにね、随分ご愛顧いただきましてね、いろんなところでいろんな人が意外な聞き方をしてるっていうね。
のがありましたけれども、まあね、僕もセカンドシーズンねこれで終わりにしますけど、まあまたね聞きたいよって人はね、ぜひともね FM 姫さんにね、ラブコールを、受信報告とラブコールを ねネットラジで聞いてましたとかね、そういうメッセージをお待ちしてますと。あとね、あ、これいけるかな、ちょっと待った方がいいな、うん、あとね、ネトラジがね終わるんですよ。この話したっけ？してないよね。FC2 って会社がねネトラジっていうサービスで、ね、ネット配信ラジオやってくれてたんですけど、終わりまーすって連絡が来て、終わりますじゃねえよと思ってね、まあいいしょうがないですよね、それは企業だからね。で、まあネトラジが終わるということで、局長の本庄さんがね、まあ急ぎね次のサービスを探さねばってことでね、めちゃめちゃ頑張って探しました結果ですね、なんか見つかったらしいんで、それに移行するというふうに聞いてますと。よかったね FM 姫さんね。でね、 FM 姫さんね、最新情報ではね、ラジオやりたいんですって高校生がね来たと。でちゃんと企画書持ってきたっちゅうんすよ。偉いな君たちって感じでね、こうもう若手のホープ登場ですよということでね、局長で大変盛り上がりましてね、偉いですなと。でまさかね、そんな高校生の人が番組持ちたいって言ってね話しに来てくれるなんてね、 FM 姫もやったなと。なんで近々ねその高校生くんの番組がね始まるかなと。大月さんがね局長でね、なんか担当してくれるらしいんで、僕も楽しみですね。僕もまたハガキ職人目指すかなって感じですけどね。まあ僕はね、一般人フージーさんのね、昨日は一人でしたんでね、頻繁にね、投稿をしてね、頻繁に読まれるっていうね、もう大人げないハガキ職人ぶりを、あんたパーソナリティだろうって感じで発揮してますけどね。まあでも僕もね、もう根がね、ハガキ職人なもんでね。そう、最近でもね、コーベリーズさんがね、ラジオ出るって言ってね、必ずね、メッセージ送ってね、必ず読まれてるんですよ。もうバチバチ読まれてるんですよね。だから、キッス FM、FM 徳島、あと FM ビザンかな。ビザン FM か、徳島の方とかね、かなりね、読んでいただいておりましてね、本当放送局の皆さんありがとうございますとね。僕も自分で番組やってながらね、自分でメッセージ読み込んどきながらね、自分もメッセージを他の番組に出すってね、これがラジオ好きだろうって感じでね。面白くやっておりますけどね。あ、ラジオといえばね、この間ね、またね、ラジオ動画ヒットがありましてね、もう4万再生ぐらいいってるんですけど、ツイビスってね、中国のね、短波ラジオメーカーがあって、僕そこと仲良くしてるんですよ。で、そこのチービスさんがね、新商品ちょっとレビューしてって言ってね、C919 っていうね、チャーリーの919が来たんですよ。で、これが、まあ、大きめのナショナルクーガーみたいな、まあそういう感じのラジオで、で、短波ラジオなんですけど、なんかね、大変優れててね、なんか優れすぎてて説明が困難っていうね、うん、なんか回転するバーアンテナついてるし、あと、ロングワイヤーも対応してるし、外付けアンテナ使えるし、なんならね、インピーダンスマッチングのためのね、ダイヤルがついてて、それ回すとね、こう、受信が最適化されるらしいんですね。アンテナチューニングって書いてありましたけどね、多分インピーダンスなんだろうなと思ってね。で、SDR のラジオで、感度めちゃくちゃ良くて、めっちゃ入るんですよ。で、FM もステレオ対応かな。イヤホンで聞くとステレオだと思うんですけど、Bluetooth 対応、で、外部入力、それから、マイクロ SD カードで音楽聴ける、さらに、Bluetooth でスマホからのコントロールもできる。まあね、なんか、おおよそね、なんちゅうの、全部乗り全部乗せ全部盛りなんかそういうラジオがね、来ちゃってね、C919 ってね。で、これ紹介したらね、えらいバズっちゃってね。みんなまだラジオ聞くんだと思って、すごい嬉しくてね。むしろ聞いてほしいなと。ラジオはね、素晴らしいからね、ラジオ聞いてほしいと。ね、タンパもね、まだ日本語放送ちょっとあるんですよね。ラジオタイランドとか、KTWR とか、あと台湾国際放送もね、日本語ですよね。あの辺からね、入ってもらうとね、タンパラジオ面白いなと。モンゴルの声もまだ日本語あるんだっけ？ね、うん。あとは、まあ、北朝鮮の著孫の声もありますよね。うん。韓国は今日本放送やってないんだったかな。うん。今ね、ラジオ日経のね、第二がね、なんか原力放送中らしくて、設備が壊れたとかで、なんかフルパワー出てないらしいんですよね。だから今第一だけ聞こえるような状態かもしれないですね。僕はね、ラジオ日経大好きでね、僕ね、昔ね、競馬中継のアナウンサーになりたかったんですよ。本当に。めちゃくちゃなりたくて、僕
杉本アナウンサーって大好き で、その人のね、競馬実況はね、好きすぎてね、あの、ノートに書き写してね、ずっとね、なんていうの、聞きながら見てたんですよ。そんな感じね。でね、僕はそのね、ラジオ日経、昔のね、ラジオ談話ね、の競馬実況ずっと聞いてて、ソニーのね、ICF-EX5 っていうね、そういうラジオで聞いてたんですけど、それがね、もう本当ね、もう僕にとってはね、もうエポックでね、そう。でね、その後にね、僕はその、もう本当ね、実況の神様のようなね、アナウンサーさんと出会うんですよ。で、その人は結構仲良くしてもらって、で、その人の番組に5回ぐらいゲストでね、1時間出るってとんでもないことしてたんですよ。実際僕は、だからね、ラジオ日経でね、かなり喋ったんですよ、数時間。ねえ、まあ、当時ね、違う名義でしたけどね、当時ね、いろんな話、音楽の話をしてね、そのアナウンサーさんにお世話になったなと思ってね、思いましたけどね。はい、まあ、そんな感じでね、やっておりましたという感じです。あ、そっか、カピトーさんのお便りのコーナーがあるから、あとちょっとだね、今もう、そうですね、ちょいなんでね、音楽一曲入れたら終わりかな、もうこのままエンディングまで撮っちゃおうかな。そう、あの、今日はね、家帰って奥さんが出張中でいないんでね、一人でね、ご飯食べないといけないんで、あの、帰り道でご飯食べて帰りますわって感じですね。よいしょ。じゃあね、本日もね、ご清聴ありがとうございます。ほんとね、適当にね、今日撮ってますけどね。はい、あ、もうちょっとあんのか、もう数分喋れるな、もう数分喋ろうね。はい、そんな感じでね、雨の京都からお送りしてますけどね。で、来週は中村遥さんがゲストだと、ね、いうことでね、大変盛り上がってまいりましたけどね。いや、中村遥さんね、本当にね、いい人でね、あのね、チェリースパイスのサポーターの人って100人以上いるんですって。いや、すごいですよ。100人以上ファンクラブのいるバンドってなかなかないです。バンドですからね。でね、あと中村さんめちゃくちゃ、遥さんね、めちゃくちゃギター上手いんですよ、本当。で、その、まあ、海外留学でね、修行されて、まあ、一流の学校で勉強されてるんですけど、さらに、今ね、自分のバンド以外にもね、音楽学校の先生とかもね、ギターレッスンなんかもやっておられてね。でね、まあ、僕が聞く限りにおいても、もう間違いなくね、凄腕のギタリストなんですよ。でね、僕と音楽の趣味が非常にね、合いましてね、だから、はるかさんが今プレイしてるミュージック以外に、はるかさんの個人的な興味のある音楽っていうのは別にあるらしいんですけど、それがね、僕とドンピシャでね、もうめちゃくちゃ話が合うんですよ。で、はるかさんのね、その、アイキね、ギターもね、めちゃくちゃいいやつ使ってて、それがまた渋いんですよ。だから、こういう音楽やるんだったら、これこうで、こういうのついてるよねって全部ついてて、すげえなと、この人徹底してるわって感じで、非常にね、趣深くね、見ておりますよ。ということで、到着ですね。はい。はい、着きましたよと。よいしょ。はい、ありがとうございました。これでね、48分ぐらい喋ったんで、もう一個家で撮りますわ。ほんじゃ、一旦ここで終わりです。はい、そういうわけでね、本日もエンディングのお時間となりました。残りがあと3分ですね。今日もね、外ラジ自動車収録でね、おおむねお届けして、あとカピトーさんのね、メッセージいつもありがとうございますということでね、皆さんもね、お気軽にメッセージをお寄せください。メールで、jk3oth@jarl.com、 ジュリエットキロ3オスカータンゴホテル@jarl.com、 jarl.com ですね、こちらをお寄せいただければ、こちら届きますし、X のね、リプライとかね、そんなんでもいいですよ、ということでね、誠に本日もご清聴ありがとうございました。あと3回ですね。はい。何の話しようかな。で、来週はね、はるかさん、チェリースパイスのはるかさんゲストでね、まあ、ちょっとお話しいただけるんでね。まあ、尺何分あるかによって、僕のね、喋る時間帯が全く変わるんですけど、今度ね、収録しますんでね、楽しみにね。まあ、YouTuber スペシャルトークセッションの振り返りとかね、そういう話もできると思うんでね。あとはね、その、はるかさんの音楽観とかね、音楽論とかね、どんなね、ミュージックがフェイバリットなのとかね、あとはアメリカ留学されてるんで、そのお話とかね、まあ、聞きたいこといろいろあるんですけど、アマチュア無線以外にね、まあ、ざっくばらんなね、お話を
聞きたいなと思っておりますんでね、はるかさんファンの皆さんね、ぜひともよろしくお願いしますと。いう前振りをしっかりしておいて、あとまあ僕としてはね、ハムフェアね、楽しかったのと、まあ、ちょっとね、ムカつくこともあったんで、まあ、来年どうなるか分かんないですけど、まあ、スケジュールがね、ダメかもしれないんでね、僕も夏は自分のイベントとかいっぱいあって、大変ですけどね。まあ、あとね、9月29日ね、東海ハムの祭典あるんですよ。僕そこにね、ブース出展しますんで、もうこの放送はね、最終回迎えてるんですけど、もし9月29日ね、東海ハムの祭典でお会いできる方いらっしゃいましたらね、ぜひともね、ワッフルズブース JL3ZNZ ありますんで、そちらへお越しください。ね、名刺のプレゼントとステッカーの押し売りと、なんだったら T シャツ買ってくださいってね、物販がありますんでね、そちらでお会いしましょう。あとはね、そのブースにはもうスペシャルゲストも用意しますんでね、よかったら皆さんね、東海ハムの祭典で名古屋でもお会いしたいということですね。まあ、2エリア僕大好きなんでね、いろんな人とね、仲良くさせていただいててね、まあね、 あと YouTube がね、今ね8814人かな、今日の時点でね、なんとかね1万人年内いけるかなってちょっと甘い考えを持ってて、あ、今8816ですね、はい、あと1184人ですね、これをね9、10、11、12、4ヶ月でなんとかしようと、だから1ヶ月300人ですね、頑張りたいと思いますんでね、皆さんどうかお力添えのほどよろしくお願いしますと。まあ、1万人いったらね結構いけるかなと。あと最近ね、企業案件めちゃくちゃ来るようになってね、頑張って YouTube やってるんでね、いろんなね、いい商品をねご紹介すると。で、僕は忖度しない、まあ気は使うけど忖度はしないね、ボロカス言わないけどね、いいやつはいいって言いますんでね、あとそのニュアンスでね、あ、これいまいちなのかなっていうので、皆さんもね感じ取っていただければと思います。はい、ね、この辺でエンディングになりますね。どうも皆さん本日もお聞きいただき誠にありがとうございましたね。あと3回ね、来週もお会いしましょう。ゲストは、はるかさん、チェリースパイスのはるかさんですということで、この辺で終わりになります。それじゃあね、皆さんね、良いね1週間お過ごしください。以上、ジュリエット、キロ3、オスカー、タンゴ、ホテル、JK3OTH、上智場所京都シティからワッフルでございました。73、さよなら。